白髭線は、かつて、東京府東京市向島区の向島駅から、白髭駅までを結んでいた、京成電気軌道の鉄道路線である。もともとは、王子電気軌道への連絡を目指して建設された、路線の一部で、三輪橋停留場まで延長し、相互直通することを目論んでいた。その第一期として1928年に、現在の押上線の京成引船駅。 八ひ駅間にあった向島駅から、隅田川に架か,かる、白髭橋の東側にあった白髭駅までの区間が開業した。当時の京成電鉄は、押上駅が終点であり、都心へのルート確保に苦悶していた。隅田川を挟んだ浅草への延長は、東部鉄道だけに認められ、京成にはなかなか認められなかった。そのため、当時同じ東京川崎財閥の影響下にあった。 王子電気軌道との直通で何とか都心へのルート確保を目指したのである。当時の形勢は王子電気軌道と同じ1 3 7 2ト、mm、ル期間であるため直通は容易であった。しかしながら向島駅の配線は押し上げ方から直通可能な分岐であったとされ、さらに王子電気軌道に直通したとしても都心への直接のルートにはならないため、やや存在意義に 疑問の残る路線であった。その後、京成は1930年に上野筑波山までの免許を保有していた筑波高速度電気鉄道を吸収し、1933年に上野公園駅青戸駅の新線を開業させたため、存在意義を失ってしまった。さらに、東京市から平面交差していた道路の都市計画による立体交差を義務付けられたことも重なり、 1936年には、早くも全線が廃止となった。開業からわずか8年での廃止であった。白髭線が分岐していた向島駅も1943年に休止され、1947年に廃止された。なお、京成は廃線時期をバス専用道路に改築する計画を当局に提出していたが、実現することなく、宅地として売却された。 沿線地域は路線廃止後に宅地化が著しく進んだため、現在では白髭線の痕跡を見つけることは極めて困難となっている。向島駅跡は工事などの際の作業基地や向島にあった都営地下鉄浅草線の車両基地への信号場などとして幾度か利用されている。なお、白髭線の廃止直後の様子が長いカ風の木刀機端の中に描かれている。 1934年9月15日改正当時、開業当初は押し上げから直通運転されていたものの、乗客が少ないことからほどなく、向島駅に白髭線専用ホームが作られ、線内折り返しでの運転が中心になっていた。その後単線化されたようであり、晩年は単行電車が終日線内を往復していたという。向う島駅から長浦駅。 玉野井駅白姫駅 ABC 地方鉄道及び軌道一覧府専用鉄道昭和10年4月1日現在軌道特許上下府官報1918年5月4日軌道特許執行官報1920年6月21日1月27日軌道運輸営業廃止許可軌道運輸営業廃止実施官九1936年6月3日 ありがとうございます。